間になりましたので、今日月1の12回目、記念すべき12回目、1年間続いたということで、ありがとうございます。お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。この高橋月一はですね、今のところは、我が手の、デザイナーさんを呼んで、ちょっとざっくばらんですね、酒でも飲みながら、話を聞いていこうというような会でスタートしましたが、今までもですね、かなり面白い人たちがピックアップされてですね、若いって言っても、やっぱり売れっ子の人たちはですね、非常に才能があって、話を聞いていると本当に人それぞれ全然違う考え方をするんですけど、とても面白い、こんな考え方があるのかと思うような発見が毎回あります。で今日もですね、2つの方に、前に一度お会いしたいと思います、はい、あそうです、JCD で今理事長やらせてもらってます久保田です。お願いします。で、もう本当にですね、この世代はにはそのぐらい優秀なんじゃないかと思うぐらい才能のある方です。なので今日僕も非常に楽しみにしております。でこの高橋月一はですね、このデザイン生産の方の5階のですね、このスペースを毎回お借りして、やっております。それと、お酒を提供したりとか DJ が入ったりとかですね、非常にこうゆっくりと、しながら話が聞けるような状況になっていると思いますので、ぜひ楽しんでいてください。それと、前半戦とちょっと1回中間で少し休憩が入って、もう1回後半戦をやっていくという形になると思います。で、その高橋さんは、フレームというですね、オランダの雑誌の、コントリビューターから始まって、いろんな雑誌、何し、本の著書をですね、たくさん持たれていて、非常にこうデザインに対する動機も非常に深く、なおかつですね、非常にこう若い人たちのネットワークが非常に広くてですね、高橋さんにこの会を仕切ってもらおうということを決めてやってもらっております。では、早速関係に入っていきます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いつも少し小さい感じですね。小さい、高橋さんがいつも割れ気味なので少し小さい、ずっと絞ってすごいでかい、ちょっと小さいちょっとこれ、ちょっとやめられてハスキーになってますね。楽しくないハスキーでかっこいいと思います。なんかちょっと今度は大丈夫ですか。高橋と申します。よろしくお願いいたします。96年ぐらいからフレームという雑誌にコントリビューとしておりまして、ちょうどフレームが出た頃だろうな、96年ぐらいというのはね。だからそこから以来大体書いてるんですけども、ちょうど僕がその始めた頃に結構頻繁に雑誌に掲載された方の一人が今日のゲストの辰本さんなんです。辰本さんと年度はもうしょっちゅうフレームの締めを言わせてまして、忘れちゃいけないワンダーボール、あまり作らないんですあのですね、それなんか忘れた話を結構いたんですよ、その時フレームの締めを言わせた方がいまして、で、その記憶に残ってて、で、2010年にですね、こういう本を出しまして、私が、建築プロフェッションの解放っていう本で、これは売れなくなったんですが、はい、この中の、この中にですね、普段のその気になっている作家さんをですね、選んで、いろいろインタビューしたんですが、これはですね、建築家とかデザイナーで、この働き方とか、その、なんていうんだろう、普段フィーチャーされない面をですね、取り上げて、本にしたんですが、そのせいかあんまりこうプロ受けがちょっとしなかった部分があって、つまりそういうことは分かってるよと、分かってるけどできないんだっていうことを取り上げたんですね。どうやってやったら事務所を見せたらいいかとか、その広報の宣伝方法とか、写真はこういう写真がいいとか、プレスリリースはこういうふうに書いた方がいいとか書いたんですが、ちょっと時期が早すぎまして、今だったら多分もうちょっと動けると思うんですが、ちょっと大震災の前にこれ全部取材終わったんですよね。で震災があったのでちょっと用紙の配給も遅れたりなんかして、ちょっと出版も遅れまして、ちょっとなんかその暗い世相にいまいちなんかちょっと売れなかったんですが、この中に入ってます。ちょっとさんが結構入ってまして、でこの間久しぶりに読み返したら今と全く変わってないっていう、さすがすごいと思ってました。変わってない。
変わってないです。なんかデザインのなんていうんだ、デザインの職能っていうかデザインに対する見方、なんつったらいいの、まあ、あの時はなんか話したのがデザイナーっていう言葉が最近ちょっと嫌がられているっていう傾向もあるっていう話をしてて、なるほどなと思ったらもうすでにその話を僕の中にしてたという。あんまり変わってなかったなと思いました。どうでしょうかね、デザイナーっていう職業を今、はい、ちょっとかっこ悪いイメージもありますよね。どうですかね、まあ、僕自身はそういうことは全く思ってないですけど、うん、世相的には、うん、まあ、そのデザインって言葉を堂々とこうきちっと使うっていうことがなんかまあ控えた方がいいかなっていうなんか雰囲気がある気はちょっとしたりしますけどね。これだけまあ溢れているし、まあ、そういう方も多い中で、うん、まあ、そういうのも含めてちょっといろいろまた後で話を伺いたいと思うんですけども、まあ、こんな本を出しまして、で最近ジェフリー・バーンの本も翻訳したんですが、ジェフリー・バーンも結構ファンが多い割にはやっぱ建築プロパーの人はあんまりこう話題に従わない傾向がありますね。ガウディなんかと同じで、ちょっとそれ毎日僕もよくわからないんですが、この建築プロパーの方々っていうのはあまり一般受けする建築はもう邪険に扱うというか、そういう雰囲気は僕も感じてます。結構ファンが多くてスリランカにいっぱいで建築見に行ってる方がいるのにもかかわらず、あまりこう情報で拡散してないですね、この本に出たんですけど。でもまあ結構出足が好調らしいですけど、はい、でそういうことでこういう本を出しまして、で今日はですね、二俣さんをお迎えしてですね、前半は二俣さんのプロファイリングっていうか、どういうところからデザインに入っていったかとか、そういう話を踏まえて簡単な紹介と、その普段のそのデザインのフィロソフィーっていうか、こういうところに注意してるみたいな話とかをこう踏まえて話していただいて、その後休憩を挟んで作品のプレゼンテーションに入ると思います。じゃあ準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ徳田さんお願いします。すいません、二つ元と言います。今日はありがとうございます。すいません、今日いい機会をいただいて高橋さんや JC の方にもありがとうございます。僕はもともと建築学科にいました、大学です、ね、で、まあ、建築にもちろん触れる機会が多かったし、まあ、そういう先生方も生まれてたのもあったんですけど、ですね、今僕がやってることは空間プロダクトデザインだと一応書いてますけど、基本的にはやっぱり空間のインテリアから建築、あとは、プロダクト、家具、結構その辺を全体的にやってます。で、まあ、もちろん、まあ、一つ一つが中途半端になるということがよくないので、まあ、ただ僕はずっとその建築学科を出ましたけど、もう少し自分の中でこう肌感があるというか、実感の湧くこう手元のデザインっていうのもたくさんしたいなと思ってたので、まあ、結構見切り発車のスタートだったんですけど、僕は大卒からもう自分で今の野望になっているケースリアルっていう名前で、当時は実は2人でデザインをするユニットとして、大学時代の友人とスタートしたのが活動の最初です。なので22、23の時にはもう活動を始めていたので、まあ、今となってもう20年以上経ったんですけど、でその中で、まあ、出会いがあって、まあ、建築家の方の仕事を3年ぐらいお手伝いしたりしながら自分の活動もしてたって時期になります。なので、まあ、ベースとしては空間建築というのがすごくあるんですけど、まあ、僕の活動のスタートになったのは、まあ、実は結構プロダクトというかそういうオブジェクトのデザインだったっていうか、結構イレギュラーなタイプって言っていいんですよね。つまりそのいわゆるそのどっかに入って書院をやってとか、そこからなんか抜刀さんになってとか、そうじゃなくて本当に今時のなんていうの流れにもある
るんだけども、自分で自分を作り上げていっているタイプの方でしょうね。そうですね。まあ、あの建築家の方のお仕事もお手伝いしてたし、まあ、そういう影響ももちろんあったんですけど、まあ、当時あの第二次ベビーブームの世代でもあるし、まあ、就職なんていうか経済的にもあんまりいい状況じゃなかったんですね。90年代後半ですね。で、まあ、そういう中であのなんか自分の表現っていうのをちゃんとしていきたいなって、まあ、その頃ながらに思って、まあ、飯食える食えないっていうのはちょっと置いといて、まず自分が作るものをちゃんときちんと見てもらおうっていうふうに、まあ、思って就職もせずに、まあ、その建築事務所もお手伝いしながら自分の活動を始めていたっていう感じですね。元サッカー少年だったっていう話もね。そうですね。あのずっともう小学生の時からずっとサッカーやってたので、で大学でもまあ結構本気でやろうかっていうところまでやってたんですけど、あのプロで飯食えないって言ってちょっとどっかで悟ってですね、まあ、っていうのがその時の大学1年に一緒にやってたあのチームメイトが2人が J リーグに契約して大学辞めて入ったりしたこともあって、ちょっとこれはもうサッカー漬ける毎日は良くないなと思ってそのスパッとやって、まあ、そこから勉強と思いながら、まあ、勉強せずに社会活動の方が忙しかったっていう感じですね。でもまあその時のなんか経験とか、ずっと何て言うんですかね、すごい好きが高じてずっと続けてるっていう感じなんで、まあ、その時もまあかなりいろんなあの音楽のイベントやったり、まあ、それこそ DJ やったり、まあ、ファッションの人たちといろんな人やったりってことでずっとやってたんですけど、まあ、その時の結局もう経験もすごく怪しいなっていうと思って、まあ遊びの延長が結局好きでしょうがない遊びがそのまま延長で気づいた仕事になっているっていう感じの そこがまたあの今時あの、まあ、前々回の大慶ミュージアムの中村さんとなんか追求あの共通したものがあって、しかも結構あの交流があるっていうことで、やっぱどこかそうあの先輩として見てるのかなみたいな、まあ先輩かわかんないですけどね、まあでもですね、まあ、なんでそのどこかに所属してとかそのどこかで修行をきっちりやってるということはほとんどなくて、ただまあその大卒でお手伝いさせてもらった方のお仕事っていうのはまあ結構自分の中でその時しか修行時代というかもうあの怒られながら仕事してた時はその時期だけなんで、まあ、そこから以降というのは結局自分で仕事をもらって自分の仕事の中でとにかくそれをあの精度を上げていくということを自分でやらないといけなかったので、まあ、しんどい時期も、まあ、長かったのも確かなんですけど、まあ、でも、まあ、やっていこうって信念だけはあったので、まあ、きつい時期もやめなかったっていうのが一つありますよね。で、この前、A プラス U は、あ、そうですね。これ93年の A and U です。あの、高校2年生の時に、まあ、サッカー少年だったので、サッカー帰りに書店に寄って、まあ、鹿児島なんですね、出身。で当時、まあ、ネットとかもちろんほぼなく、まあ、情報なかったんですけど、まあ、親戚のおじさんが一級建築して家を作っているっていうのはありましたけど、そういうことがあったんですね。そうですね。でも、まあ、あまり影響受けてない、全くそこからは。そうですね。だからまあ逆に言うと建築やってる方がそういうこと、まあ、そういう家を作っているのは分かってたけども、まあ、それ以上も全然情報もなかったし、まあ、そもそもベースなかったんですけど、まあ、書店に行ってこれをパッと手に取ってこの中身を見て、まあ、これ表紙マリオボッタですけど、マリオボッタの仕事をこれめくっていくときに結構いろいろ見たんですね。あの、まあ、住宅の仕事、あの工場の建築、あとは古庭人形の舞台装置とか、家具のデザインとかで、それを見たときにもともと描、まあ、いたり作ったり好きだったし得意だったっていうのもあるんですけど、まあ、あとその工学系の科目得意だったので、まあ、なんかやっぱりすごく興味もありで、まあ、こういう美意識を持ってものを作るっていうことがこういうふうにできてるんだなっていうのを実感して、まあ、その時からちょっとこういうことを意識しだしたっていうのがありました。で、まあ、活動スタートしたんですけど、
覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ20年前、21年前かな。そこをちょっと詳しく教えてください。知らない人いるかもしれないので。当時10月の秋のデザインイベントって、まあ、デザインウィークだけがある中で、ハプニングっていうデザインイベントが98年から、3年間かなあったんですよね。で、僕が98年に大学卒業したので、で卒業した時には、まあ、自分の作品、自分たちで作その2人、当時2人だったので、2人で作った作品をいろんな人に見てもらいたいなと思って、まあ、知識もまだ情報もない中だったんですけど、雑誌でこう漁りながら、いろんな自分たちの作品のポートフォリオを送り先を自分たちでこうピックアップして、すごいたくさん送ってたんですよ。で、その時に、トリコっていうリテイショップがあって、ますよね、トリコ、取材しましたもん、まあ、オランダの、まあ、デザインはすごくいろいろ紹介した、結構パイオニアだったと思うんですけど、そうですよね。まあ、そのトリコ、佐伯さん。そうですね。トリコの佐伯さんに、たまたま送ったんですよね、資料。そしたら、ちょうど卒業したその年の秋に、98年からこういうハプニングっていうデザインイベントをやるんだっていうことで、話をいただいて、で、出ますっていう話を。唐突に。そうですね。で、まあ、僕らはもちろん、そんなことがあるっていうことを想定して、送ったわけでもなかったので、で、まあ、その当時、僕実は東京に行ったことなくて、まあ、なけなしのお金で東京に来て、佐伯さんに会って、で、話をして、で、このイベントに出るっていうことになって、で、ここから3年間ぐらい、自分のその作品として、オブジェクトだったり、家具のようなものを作って、まあ、東京で見てもらうっていう機会を得たっていうのが、最初の活動の一番最初ですね。ちゃんとおかかりですね、これね。そうですね。これがまたすごいメンツなんですよ、今思うとね。まあ、いろんな人がいて、これ1年目ですけど、この時は例えば、これ形成レイアウトっていうのを僕らのやろうでやってたんですけど、例えばそのドローン、ね、そうですね、ドローンデザインとか、デザインすげえ、片山さんと黒川さんのユニットである H デザインとかも入ってるし、H デザイン入ってる。テイさんのインテンショナリズム入ってるし、今ベルリン経済の先生やってる阿部正代さんとかも入ってるし、すごいメンツなんですね、これ。でまあ、インフレートとか、はい、ジャムとか、この辺はロンドン勢ですね。で、この辺は学生時代にデザインの現場とか見ながら、まあ、ロンドンでこういうムーブメントが起きて、こういうデザイナーが出てるんだっていうのはすごく知ってたし、そういうのも意識したこともあったので、まあ、すごく嬉しかったんですけど、まあ、そういう中で、まあ、いきなり作品をしてもらえるっていうタイミングをいただきました。まあ、今はこういうことって、世界中で、まあ、日本でも、まあ、今ちょっと若干減っちゃいましたけど、まあ、こういうことって起きてたんですけど、まあ、起きてますけど、まあ、この当時本当にこういうことがなかったので、機会として。で、まあ、これは東京都内のいろんな場所でそれぞれが展示をして、それを見て、観光でマーキングしていくみたいな、そういうことだったんですけど、で、まあ、この2年目、3年目でリチャード・アッケンであるとか、トム・ディクソンであるとか、そういう人たちとも一緒の舞台として出られて、すごい刺激があったでしょうね。そうなんですよね。まだ22、3の時なんで。カタログとか今までに持ってますよ、大事ですね。まあ、その時にいろんなところで展示をさせてもらって、まあ、今思うと、まだまだのデザインが多いと思うんですけど。なんかもう、なんか家具のデザインっていうのがアートのイベントみたいですよね。そうですね。ヨゼルボイスみたいな。まあ、このコンセンツっていう、これが一番最初に僕らがこうデザインをこうその場所で発表して、まあ、いろいろ話題になって、当時の家ですね、鳥崎さんのところでさ、まあ、いろんなところで扱っていただくようになったりしたっていうきっかけも結構いただいた。鳥崎さんもすごい、ね、役割を果たして、当時、まあ、当時のその E&I っていう家具のメーカーが、あとイデーとか、まあ、その辺っていうのは結構僕らから見ても
まあ、このこれはどうしてこの雑誌にあれですか。この左側のデザインの現場はなんかそのハプニングに出展したことですごくいろんな方に見ていただく機会が増えたときにやっぱり掲載があってで、まあ、この時は日常感覚のバーチャルデザインということで結構まあ、さっきお話したイデとかイアンドライとか中畑さんとか、まあ、そういういろんなキーマンになっている方が記事に出られていて、まあ、その中でインタビューいただいてちょっとタイトルの意味がちょっとよくわからないですね。一生感覚で、そうです、ね、どういう意味なんですか、この時は。いや、どういう、どうなんでしょうね。どういう意味で使われたのかな。まあ、どうですかね。その、やっぱりあれかもしれないですね。なんかその、それまですごくこうきっちりした家具の世界があってでそこにこうデザイナーだったりメーカーがすごくフレキシブルにこうフットワークよく物をこう発表していく時期になってきた。その最初の頃だと思うんですよね。高額な家具じゃなくても例えばすごくちゃんと考えられているデザインだとかすごくローコストにできているけどすごく知恵が入っているとか、ね、そういう感覚にあったのかもしれないですね。で、右側のやつはこれはこれはイギリスの本です。そうですね、まあ、世界中の企業を使ったプロダクトを紹介しているそれで、まあ、このコンセンスっていう最初に持ったデザインを取り入れていただいたときの記事です、はい、まあ、なんかそういう感じです。だからスタートとしては結構、なんていうんですかね、計画性を持ってたわけじゃ正直ないんですよ。まあ、もちろん運が良かったっていうのもあるかもしれないですけど、うん、もちろん努力もしてますからね、その分ね、ちゃんと。そうですね。うん、それなかったら、やっぱり、運に当たりませんもんね、やっぱり。うん、まあ、とにかく可能性があるところに、こう、手当たりして、送りまくって会いに行って、まあ、なんとかしようっていう気持ちがやっぱ強かったんですね。うん、そういう感じですね、僕のスタートは。なので、なんか所属したってことですね、うん、なくて。とにかく自分の思っていることをやっていって試し試し結構試行錯誤ね覚えてきたっていうのは今は変わらないんですけど、まあ、そこが結構今時のその、まあ、さっきも出てきたその大型ビジネスの中村さんとかもねそんなようなタイプなので、まあ、これからそういうなんか徒弟的なものから離れていって自分の好きなものを追求していくっていう形でやっていく人も増えていくんじゃないかなと最近思ってるんですけども、うん、その辺はどうですか、どう思います。そうですね。でも僕もそうなんですけど、こう最初にきっかけいただいて、なんかそういう見ていただく機会ってあったし、まあ、メディアの方にもすごくああやって評価していただいたりっていうのもありましたけど、結局やっぱり当時自分がそのデザインということに対してそのビジネスとか教育としてそこの知識をしっかりつけてなかったっていうことがあって、やっぱりきっかけはあったのに、その後やっぱり長く食えなかったんですよね。でも、まあ、そうだと普通はやめちゃうんだけど、まあ、僕はやめずにずっとこれでいくって言って決めてたので、まあ、粘りに粘って続けてたから、まあ、今があるんですけど、やっぱり今状況はだいぶもう違うと思うんですよ。なんかデザインに対する教育とかももっと成熟してきてるし、デザインがどういうことで世の中に影響していってどうやってそのデザイナーとして存在していくべきかというと、学生さんも今はもう早い時期から考えられるような時代には入っているかなと思います。今の状況っていうのはいいと思いますよね。どうでしょう。まあ、僕の思うのは平均的にすごく優秀な方がたくさん出てくると思います。ただその思いとかちょっと古臭い話になりますけど、思いとかその強い意志を持ってその特筆して出てくるっていうのはなかなかやっぱり。昔、まあ、人昔前に比べるとやっぱそこは出にくいのかなって思うところもあるし、でも全体として相当底上げをされてレベル上がっているなと。レベル上がってます、うん、と思いますと思います。でも面白いかどうか、ね、その本当の意味でね、魅力あるものができるかっていうことはね、ちょっと分かんない。やっぱそのあとそのみんな人を取り囲むその環境自体がなんかこう、まあ、個人的な意見ですけども、そんなにデザインの面白いものを生まないようなところも出てきているような気もするんですけどね、個人的に。
まあ、成熟してくるとそのシステムの中で一定のこう精度で上がってくるっていうのがあると思うんですけど、やっぱりこう突発的に出てくるものっていうか反応して出てくるものっていうか、まあ、そういうものは確かにそのシステムの中で動いてるとできにくいし、まあ、それが多分まあ今日あの、ね、その先輩方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱりあの、うん、そのデザインが本当に面白いとかその本当に魅力的なものになってきてるかっていったらそれはちょっとわからないところもありますけど、うんうん、本当にデザイン好きでやってるって出たの楽しそうにやるする人ってのは昔ほどいなくなっちゃったんじゃないかなっていう気もしないではないんですけど、どうでしょうか。そうですね。でさっきも言ったようにそのデザインっていう言葉とかデザイナーって言葉がややちょっとネガティブなあの意味合いに込められてきちゃったような気もするんですよね。前もちょっとお話ししたんですけど一緒に。確かにそれちょっとなんかなんでこういう状況が来てるのかなっていうのを思ってるんですよね。そうですね、やっぱあとクライアントなんか の, そのデザインリテラシーも上がってるところは上がってるんでしょうけども、どうなんでしょうね、総じてやっぱりあのなんだろうな、なびいちゃってるところがあって一つなんかあるとそこにザーっていっちゃうとか、うん、そういう気もするし、あのあまり得意なものを作りたがらないっていうところもあるような気もするんですよ。どうでしょうね、まあ、なんか器用貧乏な感じ結局情報をもうたくさん取れるので、うん、まあ、その中で今どう振る舞ったらいいのかっていうことをやっぱ若い人ほども当たり前に考えると思うし、うん、あのまあ、そういう意味ではその手探りだったけども、まあ、自分がいいと思ったもの、自分が今これが面白いんじゃないかって思ったことに強烈に作ってとにかくきちっとそれを見てほしいっていう思いだけでやってたので。それがどういう反応を得られるかとかっていう計算はそんなになかったのが正直なんで、まあ、そういう意味ではその当時あのいろいろ同じ世代でも発表してた人たちもいたけれども、やっぱりなんかあの成熟してるかしてないかっていうよりは、まあ、パワーはあったと思いますよね。あのどういう人が同世代にいましたっけ、大体同世代ですか、そのライバル的にあの辺の人っていますか。あんまりそういう意識しない。そうですね、もうとにかくマイペースでずっと言ってるんで、うん、でもあれですよね、あのジャンプのカテゴリーが空間だけじゃなくていろんなことやってらっしゃるから、あんまりそういうのもないもんね、やっぱりいろんな、あ、まあね、それぞれもやってるしですね。だから建築もちろんあのいろんな交流もなくはないんですけど、うん、やっぱりなんかその中でこう、なんだかんだ違うと思うんですね。その、建築インテリアプロダクトでも、まあ、皆さんそれぞれのところでそれぞれやってるって感覚は正直ないとは言えないと思ってて、やっぱりそういう中で、あのその枠の中で考えることがあるかもしれないけど、まあ、僕はそこはもう全くないので、だからそこに対してこう、もっと総合的に自分らしく表現とそのデザインという手法で答えをきちんと出していけるようになるというふうに思っているので、で、あのあれですよね、じゃあ今度デザインのフィロソフィーをちょっと語っていただく、まあそうだ、どうですか、さっきのマテリアルとか、まあいろんな仕事させてもらっていますで、あのまあ後半で、いくつかピックアップして詳しく話していきたいなと思いますけど、基本的にはインテリアでいうと、まあ、あのインテリアから建築、いろいろ住宅も含めてですね、させてもらっています。これですか、マテリアル。あ、この後出てます。あのまあ、福岡でこうスタートしてずっとまあ福岡ベースではあったんですけど、まあ、今も本社は福岡ですけど、まあ、そういう意味ではあの東京で今仕事もありますけど結構地方の仕事もあって、福岡以外のその地方ですね、例えば今でいうとあの兵庫県の城崎温泉というところで、
志賀直哉が通った、まあ、そこの改築を毎年もう5年かけて今かけてやっていたりとか、結構そういうの多いですよね、まあ、長期の計画で。そうですね、そういう改修もすごく多くて、うん、手島っていうあの瀬戸内にある島にある築100年ぐらいの住宅を改築したりとか、まあ、そういうあの結構東京と福岡を長軸にはしてますけど、まあ、それが半分、それ以外が半分というぐらいで、あの地方の仕事を、まあ、一部海外もありますけど、で、まあ、僕は一応ケースリアルっていう一応その事務所やってますけど、そっちでは建築とインテリア、その空間の携わる仕事をさせてもらっていて、でもう一つ、まあ当時からそのさっきお話したようにプロダクトをずっとやプロダクトという家具のデザインをずっとやってきたんですけど、まあ、どうしてもプロジェクトの性質上少し人格が変わるなと思っていて、やっぱり空間仕事ってよりこう多くの人が関わって多くの目的、その一定のかなり目的を持って接種がいて、その中でこうチームで作っていく仕事っていうのがあるの でプロダクトに関してより僕は個人的な、それはどうしてもさっきの98年とか99年のあの頃の、出展した時の思いがずっと変わってないというところもあるんですけど、まあ、そういう作品を作っていきたいなと思っている部分で、そのプロダクトと空間っていうのを少し分けて考えているんですね。なのでケースリアルっていう方で、空間やって、でこっちでは高一二つ又スタジオという違う間口としてやっています。でこれがプロダクトですね。まあ最近でいうと、これはアルテックから発表させてもらった、収納がついたベンチのようなものですね。これはこの前ミラノサロンで発表して、今度10月にも違うんですけど、でこれはベルギーの、デザインレベルから出しているカトラリーとか、この辺だと DK ジャパンっていうメーカーから出ている真空管、これちょっと製造中心になってますけど、まあ、こういうプロダクトも合わせて一緒に同時進行でやっているという感じです。これちょっと経歴をまとめてます。まあそういうプロダクトいろいろさせてもらってますけど、まあ、同時にこれをやってると世界中でいろんなところでエキシビションであったりとか、ビエンナーレみたいなものとか、まあ、いろんなところからお誘いいただいて、まあ、そういう展示も結構ずっとこの20年ぐらいで、すごいですね、やらせてもらってます。まあ、これも結構自分にとってはすごく刺激になっていて、うん、まあ、やっぱりどうしても空間とか建築ってすごく場所性だったり、その現場というのが出てくるので、その場所にとらわれるということもあるんですけど、やっぱりプロダクトって自由に渡っているので、うん、やっぱり関わっている方々というかメーカーの方も含めてやっぱり違う動き方をしているので、まあ、そういう意味にすごく幅が広くいろんな方に接しながら20年経ったっていう感じですね。まあこれは当たり前の話なんですけど、まあ、僕の事務所というか僕らの考えとしてはすごく重要視しているのはトータルのバランスで、で一見、まあ造形的なこととか素材のこととかっていうのを取り上げられがちなんですけど、やっぱりそこにある機能っていうのが最も重要だと思っていて、でその機能を積み上げて出てくるその造形美であるとか、機能を積み上げた結果出てくるその素材の選択であるとか、まあ、そういうことを大事にしています。まあ、これ前半なんでちょっと軽くお話しできればっていうぐらいなんですけど、まず素材は、そうですね、マテリアルだ、はいはい、これは太宰府天満宮っていう神社の、まあ、そこの授与所の仕事ですね。でこの時は右が天海稲荷っていう、これ天満宮の境内なんですけど、
天満宮が管理している天海台っていうお稲荷さんと、あと釜戸神社っていう神社がこのすぐ近くにあって、それの出張住所がこの境内にあるっていう、でそれをどう表現するかっていうことを、まあ、これはあの、こっちがその天海台で、こっちが、釜戸神社で、天海台の方はお稲荷さんなんで、稲穂であるとか、まあ、黄金色、まあ、そういうものを、主体に考えたいという依頼がある。で、こっちに関しては、あの釜戸神社の方はあの桜がすごく有名な神社で、で、まあ、あの上の本殿の方の住所は片山さんがされてますけど、で、まあ、そこでもあの桜がモチーフに結構なってます。で、まあ、こっちではその桜ってことを何か表現したいなと思って、まあ、ここで考えたのはその、あのまあ、寺像なんですけど、まあ、石の成分を結構こう、いろいろ混ぜながら、いろいろ試しながら、まあ、淡いピンクと淡い黄金色っていうのをこれで表現を変えて、で、あの体力的に見せてるっていう。これはお寿司屋さんの、まあ、あるお寿司屋さんの仕事で、これはあの背景どう作ろうかっていう時に、あのスレート材を、コンクリートというかモルタルに色を入れたモルタルに混ぜ込んで、それをこう研ぎ出すような感覚で、洗い出しと研ぎ出しの中間のようなあの曖昧な仕上げを目指して、これは躯体を磨き上げている、まあ、ずっと磨きシリーズが続いています。これは躯体を磨き上げて、もう仕上げているという手法です。でこれはあの焼き物の作家さんが、まあ、これはある福岡のレストランですけど、そのレストランの中であの食器を納品していただいたあの、まあ、作家さんがいて、その方とタイルを一枚一枚焼いて、その組み合わせまで計算しながら出ていただけます、ね。まあ、これコモ仕上げって言われる、あのコモって言われる、まああのあれですね、あの植栽の周りにこう巻いておく、うん、あれとか、そうですね、あれを押し付けて、まあこれコストかかんないんですけど、すごくいい表情が出ます。これはあの山口酒造という鶴瓶の造り酒屋のラウンジの改修です、ね。で、まあ、細かいところ、あの結局家具とかプロダクトまでやってるので、あの空間の中でもかなり細かく、あの家具も後で出てきますけど、こういうディテールを注意して作ってます。なんかあれですね、素材があんまりそのレディメイドは使わないんですよね。そうですね、まあ、極力自分たちで表現できることを作り出せるものはそうしたいと思っていて、まあ、今回はパーチクルボードをこう積層していって、で造形を作っていくという、これシボネですね、銀座の。で、これは空っていう福岡の物件ですけど、この時はあのあえてあのラワフェニアを使って、空間すべての木材をこのラワフェニアに構成しているんですけど、あのラワフェニアだから粗く使うんじゃなくて、ラワフェニアを丁寧にあのディテールを詰めていって面取りをしながらきれいに使っていって、あんまりそういう粗い材料というよりはすごく質感のこう重たい重厚感ある材料として扱うということで、この辺はあの取っ手のデザインですね、うん、まあ、かなりこういう取っ手まで細かく作れるのが極力作るということにしているので、うん、これは引き戸のかかってもかかりです、ね。まあ、この辺も無垢の板をこう、あの厚付きの付き板をこう貼っていくんですけど、まあ、通常考えないような、ちょっと小口に出しながら、あえて出してる、そうですね、すごい。でこれ
これさっき出てきた重症ですけど、まあ、プロダクト的なそのディテールの考え方というか、まあ、金物をかなり使うことも多いですけど、これは可動重機で、これが外れて自由に立て替えられたりするっていう、まあ、真鍮の金物プラットフォームを使って作ってます。まあ、この辺はどうしても場所的にもちょっと背景があるので、やっぱりこの中でこう、そぐるのも結構真鍮ですね。これは絶対的にこれっていうものが常にあるかっていったらそういうことでもないんですけど、これは海のレストランっていう、手島、瀬戸内海にある手島に作ったレストランですね。だから結構どっちかっていうとアーチとか好きですか？そうですね。でアーチの印象も結構あるんですよね。まあ、不用意にこうカーブを使う、アーチを使うってことではないんですけど、はい、機能に順次ていったときに必要に応じて要所要所でこういうカーブを使うっていうことは結構やっていきますし、うん、この時は2連のアーチになっていて、これちょっと後でプロジェクトで詳しく出るのでその時説明しますね。これは住宅ですね。まあ、1棟のこういう理想の建物からこの通常の切り妻のこういうもの、まあ、これが合わさった時にできるその空間の構成っていうのをちょっといろいろ考えて作ってた時の設計ですね。でこれは香港でやった仕事で、結構香港の建物っていびつ、まあ町自体がかなりいびつだし建物もいびつなんですけど、この時の区画も相当いびつな形をしていて、でまあそれをどう生かそうかっていった時に、この香港の縮図のようなこの敷地から生まれたこの形をそのまま凝縮して真ん中にコアを作って、そこに必要な機能を詰めてここを周回していくような、こうずっとぐるっと回れるような店舗を作った時の、でこれは全部、人工大理石で人材で全部作ってる塊です。これは、去年、福岡に作ったテナントビルですね。まあ、これも車線制限があってこういうカットが入ってますけど、基本的にはこうすごく狭い敷地の中で計画があったので、セットバックしたい場所と、その動線がある場所をこうカットしていきながらずっとこう、彫り込まれたような形状がずっと続いていくという。これスナックです。日本語っていうスナックなんですけど、まあこれはもうママをとにかく囲むっていうので、こう面白いです。ここ週4人ぐらいママがいて、4人ママがいる。日々変わるんです。ママが。すごく面白い方が集まる。これどこにあるんですか？これ福岡の大名館っていうところなんです。ママもすごい面白い人です。いろんなことをされている。同世代なんで、そんなに年配の方がたくさんいるかもしれません。機能っていうところで、ここを、まあ、いくつかご紹介させてもらいます。まあ、こういう結構装置を作ること多くて、これは本当に空間を二分するしたり、こう半端に、開放したり閉じたり、まあ、そのすごくフレキシブルに使える壁が多くっていうテーマで作った時のシステムですね。ストーシーは結構好きなんですね。そうですね。なんかそこのディテールを詰めながらこう作っていくっていうのは結構好きなんでなってます。普通に壁が動くだとあれなんで、壁が動くようにしようということで、結構大きな厚みも120ミリぐらいの壁のシステムです。で、まあ、この辺は結構この辺をやることでスケルトンとかするときに
ンスケルトンというか、そのスケルトン の, その、空気を大事にはしたいんですけども、うん、結構こういう設備のこととかは徹底的に整理してというのが、まあ、あくまで脇役なので、なんか脇役だからただそれを放置するとか、まあ、乱暴に扱うっていうのは、そういうものを細かくちゃんと制御して、本当にちゃんとメインのものにきちっと意識を持っていくか、そういうため の, その設備の整備っていうのはいつもすごい気をつけてやってるので、綺麗に収まってますね。そうですね。でこの時は1、2回2フロアだったんですけど、その2フロアのその設備のディテールを完璧にきちっと整理をして合わせるみたいなことを徹底してやってますね。これもサンドのエイトンっていうショップですね。これさっきも出てきた、シボネケースっていう、キンザシックスの中のシボネですね。でこの時は間口がすごく広いんですけど、奥はちょっと狭いというか、横に長い区画だったんですけど、まあ、手前から層を作っていって、そのこう、ま、間口が広いとどうしてもこう縦に切って、僕、まあ、いろんな機能がこう必要だったので、それをこう縦にこう切っていくんじゃなくて、奥にこう長く長く切っていくということで考えていって、まあ、手前がギャラリーになってますけど、ここの可動樹木が大きく動いて、まあ、壁のような樹木になっているので、これでいろんなそのシチュエーションを作ろうと思って、でこの時もその、まあ、車のところからこの、フレームまでは、樹木に対する思い入れは半端じゃないですね、そのね。どうしても家具作るからですね、家具作るとは空間、大雑把の空間みたいなのちょっと落とせないんですよね、どうしても細かいことをどれだけ積んでどれだけ積み上げていって、その集積でどういう空間ができるかということに興味があるので、樹木特集だけでできちゃうじゃん、いろんな樹木あとやっぱりそれがすごい、物件ごとにどんなに小さい物件も結構オリジナル家具を作るようにしていて、特に椅子なんかもコスト的にはすごく大変なんですけど、結構物件のたんびにその空間に一番合う家具を作ろうと思っていて、これすごいです。これ多分家具のデザインやってる人がこれ見たら、これいい意味でね、いい意味で変態だって言ってたんですよね。そうですか。絶対そういうと思います、あの綺麗具合は。この辺もレストランのために作ったり、まあ、これさっきの日本語っていうスナックのために作ったやつですね。ボックス席がなかったんで、スナックってボックス席欲しいでしょ、でボックス席 の, ふわふわの感じ、なんていうんですかね、クッション、まあ、その感じを踏襲しながら椅子作ったっていう、だからこうポテッとしてるんですけど、この辺もそうですね、さっき の, 海のレストランのためにもこういう椅子作ったり、まあ、とにかく作ってます、全て空間と並行してますね。そうですね、まあ、前半ちょっと一曲イントロダクションで、はい、自己紹介的な、大体これ で, そうです、ね、デザインのポイントを見ていただく、そうですね、じゃあ見てもらってます。はい。じゃあこの辺でちょっとちょっと休憩入ってよろしいですか。次は何時か時間で、そうですね、決めときましょうか、時間。